Estas tablillas son una norma común en todos los dojos. Indican el nombre y el grado del alumnado. Hoy nos acompaña un profesor de artes marciales, Tetsuji Suzuka. Él, aunque de joven practicaba otros artes marciales, ha dedicado toda su vida al ninjutsu. Imparte sus clases aquí, tanto todas las mañanas como por las tardes, y le vamos a hacer unas preguntas de cómo ha pasado su vida dedicada a este arte marcial y qué nos recomienda para nosotros mejorarle el nuestro. Konnichiwa, Suzuka-sensei. ¿Qué practicaba usted de joven? El más importante es el taijutsu, que es el más fundamental, el más básico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 . ですからそういう修行をたくさん稽古でしまして、指先からつま先まで全部が体中が武器になるようにそういう修行をしてました。先生、今はですね、先ほど申し上げた基本の体術とそれには必ず付随してくるたくさんの武器がありますので、それも同時に練習を続けています。まあ、私の師匠がまだ健在ですので、週に1回、師匠の修行をさせていただきながら、私は私でこう道場で基本を中心に、修行しております。先生、¿por qué se decidió por este arte?私は若い頃ですね、中学校の時に剣道をやりましたり、空手をやりましたり、少林寺拳法をやりましたり、柔道をやりましたり、たくさんの当時武道だと思ってましたが、そういうものをやってまいりました。ただそれぞれにルールがありまして、柔道には突き蹴りが禁じ手となり、空手は投げることができない。何か全ての動きに対して、武道として何かもっと深いものがあるんじゃないかという時に、高校3年の時ですから17歳の時に師匠にお会いする機会がありまして、それでこの武道に入りました。también desde cuándo está usted junto al profesor Sokiomasaki Hatsumi。私が高校3年ですからね、17歳の時です。従いましてね、だいたい42年ぐらい前ですね。también fue una persona muy importante el maestro de Masaki Hatsumi, Toshitsugu Takamatsu. Muy pocos, prácticamente un grupo reducido de miembros de Ujinkan lo llegaron a conocer. ¿Usted tuvo el privilegio de conocer a Takamatsu Sensei? はい、一度お会いしました。確か昭和46年ぐらいだと思います。 一度だけです。どんな感じありましたか？人間じゃない、けだものでもない、お化けでもない、怖かったです。También vamos a preguntarle sobre cómo era o cuál era su trabajo y sobre su familia para conocer un poco más sobre su vida.¿Cuál era su trabajo, sensei? ですね、昭和45年に大学を卒業しまして、そのまま消防に入りました。35年間勤めまして、最後は消防で所長をやっておりました。それから家族ですが、家内と子供が3人おります。で、上が女の子2人、最後が男の子で、上は29歳、学校の先生、
番目がホテルのマネージャーですか、サブマネージャーですね。3番目は今遊んでます。Además, ¿cómo ha compaginado usted lo que es su vida con la familia, el trabajo y el entrenamiento? 多分時間の作り方がうまかったんじゃないでしょうかね。まあそれと武道が好きだったということ、まあ多少家族は犠牲にしたかもしれません、ね。Además, ¿sensei tiene usted alumnos occidentales?Y si nos puede hablar algo sobre ellos. 生徒というか武道の友達はたくさんいますが、特にスペインの方は多いですね。それとカセムちゃんっていうフランスの子がいますが、みんな彼らは本当に武道が好きで、日本人よりも日本を理解してこういった武芸に勤しんでいるというふうに私は思います。はい。いい加瀬ちょっとについて説明してください。加瀬は16歳から私の道場に来てまして一緒に、修行してますが、彼が16の時はもっと荒い稽古をやってただそうです。私は忘れました。彼はいつも痛いと泣いてました。でも彼は、非常に勉強熱心で日本の歴史文化、特に近代日本史については私どもよりもはるかに超えた知識とか勉強をしている人ですね。Sensei, ¿y la generación joven japonesa se interesa por estas artes marciales? 今の日本の若者というか日本人はあまり忍術に興味を持ってないんじゃないでしょうか。多分江戸時代から続いてますが、忍術というか現実漫画の世界、そういったイメージが強いために忍術を武道というふうに捉えてないと思いますね。ただ若者もいないわけではありませんで、あまり深くは考えたことはないんですが、縁がある人、そういった人が稽古修行に勤しんでくれればそれでよろしいと思いますが。Además, ¿se lo toman tan en serio como se lo tomó usted al principio?今の若者も私たちの若かった頃もそんなに、変わってないと思います。要はやる子は一生懸命やりますし、やらない人は全然やりません。私の道場にも今18歳の大学生がいますけども、この子は非常に熱心にやっております。縁があって来た人というのはやはり自分を磨くためにやるのが武道ですから、私はその辺は昔も今も同じだと思います。¿En alguna ocasión ha usado este arte marcial como defensa personal? まあ防御というか、残念というか幸せというか、実際に、この武道を喧嘩としてあるいは戦いとして使ったことは今までありません。練習中に他の流派の人がどういうものかということで、小手調べをしたことはありますが、喧嘩ではありませんのでね、やんわりと手が上がらない程度に剣を入れておきました。Un consejo para el practicante de hoy en día, un consejo para nosotros.武道の基本というか忍術の根本となりますのは心棒一貫。心棒一貫と申しますば、痛いことも辛いことも、それから楽しいことも、人生生老病死と言いますが、生きている限りは必ずつきもののいろいろなことがあります。それを当然の空気とか水と同じようにですね、ものと捉えて、何があっても驚かず万変不行と言いますが、
そして辛抱して一貫していくと、それが武道の極意であると思います。口で言うのは簡単ですが、やはり大変なことだと思います。それから、先般の稽古の時にも宗家が言っておりましたが、五段まではしっかりとした修行をして、それからまた五段以上の技に入る時にはそれなりの技術が当然あってしかるべきであると思いますので、十分に基本は基本として、いい仲間と共に修行していただければ幸せです。以上でございます。Pues muy interesante la entrevista. Agradecerle el rato que ha estado aquí con nosotros y su tiempo. Y ahora simplemente vamos a empezar la clase. Y con muchas ganas, como usted nos ha dicho, vamos a empezar a entrenar. Arigato shimashita, sensei. どういたしまして。それでは練習をやりましょうか。Las clases suelen ser supervisadas por alumnos de mayor grado, que en este caso son Aida y Ogawa.
主役を。